おばんざーい。さあ、J1 第3節の振り返りをしてみたいと思います。3月6日7日に第2節があってからの、10日の第3節。中2日のチームもあれば、中3日のチームもあるということで、第3節の振り返りをしてみたいと思います。今回、一つ、番注目試合として挙げたいのは、セレッソ大阪対清水エスパルス。これは、まあ、ロティーナダービーと言われるような、前監督、セレッソの前監督、ロティーナ監督が清水に移籍をしてからの初めての古巣対決となっております。そして、そのセレッソの監督は、レビー・クルピという4回目ですね。セレッソ戻ってきて4回目の監督と、その前にいた監督とのこの対決。まあ、この試合はちょっとすごく面白いんじゃないかなと思いまして、ピックアップ試合ですね、に、しました。クルピー監督は、試合の前に、昔の彼女のことをいろいろ気にしてもしょうがないやろっていうぐらい、このフルス対決なんで、ロティーナ監督との対決はどうですかとかっていうのはやっぱりサポーターにも、思われるでしょうし、メディアの人もそういう風に聞いてます。でもレビーは、いやそんなの関係ないよと、前の監督のことを気にしてもしょうがないよ、前の監督のことを気にしてもしょうがないよっていう風に、まあ、言ってるんは言ってるけど、これ気にしないわけないですから、気には絶対してますという風に、この試合の始まりのレビー・クルピ監督のコメントで、これはサポーターとかも、すごい多分気にしてて、特にセレッソのサポーター、2年間、ロティーナ監督で悪くなかったやないかと、だんだん成績も良くなってきた、なんで変える必要があるんやと、レビー・クルピをなんで戻す必要があるんやとっていう感じになってて、でこの試合にもし、セレッソが勝てなかったら、ほら言ったことかと、監督変えへんかったらよかったやないかという風にやっぱなってしまってたので、そういう意味でもこの開幕戦に J1 第一節にサポーターがじゃあ変えんかったらよかったやないかという風にもなります。なるのでこのセレッソ、今現在1勝2敗となってます。これ以上監督変えて上位に行くためには負けられない試合で、どうなったかっていうのが今日の試合でもありましたと。でセレッソは開幕から4試合連続ゴールを狙う、大久保嘉人選手が、またスタメンでやってきました。試合前には450試合の記念の J1 で450試合ってすごいですよね。僕は330弱ぐらいなんで、それよりもさらにいってると。しかもなんと189点と、川崎からもらった吉メーター、まあこれ1メーターみたいな感じで189と、これが200になるのかどうかみたいな感じで、あと11点取ったら200になると。しかも森保代表監督が、大久保嘉人の活躍も気にしてるという感じで、代表復帰もあるんじゃないかと囁かれた、まあ試合。そして清水もチアゴ・サンタナ、カルニシスジュニオ、中山選手とまあ同じような前線で試合をしたという感じになりました。で、試合の方は、最初にちょっとセレッソの、まあ、ミスがあり、奥野選手かな、奥野選手が、横パスをしたところに中山選手がかっさらって左足でゴールと、これで 1-0 と、しかもそれが前半5分なんで、始まりの5分でそういう風になって、まあ幸先は良くない中での、じゃあどうなったかというと、前半22分にコーナーキックから、西尾選手 J1 初ゴール、19歳、J1 初ゴールでも全然なんかあんまり動じてなかったというか、まあすごく落ち着いて、ゴール決めた後ももうはしゃいだりもせずに落ち着いて、まあこのあたり19歳、しっかりと試合にも出てる、まあ肝っ玉が座ってるなという風に感じました。そして前半はそのまま1対1で流れて、後半終わり間際の39分、キャプテン清武宏のゴールです。これは坂本選手、右サイドの坂本選手が、左足で持ちますという中からクロスを上げます。で大久保選手含めフォワードの選手がニアにグッといったところで、エスパのディフェンスラインもグッとニアに引っ張られます。でその引っ張られたところに、裏にフリーになったちょっと膨らんでいった清武選手のボレー、そんでね、このまたボレーがね、うまいのがね、これね、坂本選手の左足のゴールなんで、結構こう逆からの自分の方に向かってくるというか、ちょっとこの左足なんで、こう遠くの方からゴールに向かってくるボールを、清武選手はうまくしっかりとボールが落ちてくるところを待ってからのボレー、しかもね、ちょっとこのボレーがちゃんと当たったというよりかは
つま先気味でちょっと当たった感じでボレーと、でこれが最終的には決勝ゴールになったと。その後これはねシュートを打った加藤睦月選手、金沢から来た選手ですね、のシュートがハンドになって、そのまま金沢選手が打ってたんやけど、キーパーにセーブされてしまうと。これね、J2 から移籍して、これ J1 でのゴール、しかも PK、これ絶対本人としてはこれ決めたかったと思うけど、残念ながら決められず。そして試合は2対1でセレッソの勝利ということになりました。いや、これ、レビーにしてもセレッソの選手にしても嬉しかった勝利だったと思いますし、まあ、キヨも監督、清武選手も監督が変わって、3試合、なかなか難しかったと、やっぱりこう今まで去年までロティーナ監督でやってきたサッカーと変わったと。もちろん清はもともとレビーとも一緒にやってるけど、でもその変わったサッカーにちょっとずつこの慣らしていくというか、セレッソ全体的にパスもしっかりと、パス回しでも握ってたし、まあボール支配率は 50%50% やけど、いい感じでパスをしながらゴールのチャンスもたくさんあって、その代わりになんか清も、この3試合はなかなかボールにも触れずに、そんなこともなかったけど、まあ、清的にはボールを触れてないっていう感覚やったから、この試合はしっかりとボールを触ってやっていこうという試合の中でこの決勝ゴールが生まれたと。これはセレッソにとってはすごく大きい勝利だったと思います。セレッソは現在5位、4試合2勝2敗となっています。清水は7位に落ちてしまって、3試合で1勝1敗1分けの勝ち点4となっております。それでは他の試合の振り返りです。福岡対、横浜 F マリノス、この試合は1対3で横浜 F マリノスが勝ちました。前半38分マルコス・ジュニオール選手の PK ですね。エーベル選手がシュート打ったやつが手に当たったやつを PK、 あ、マルコス・ジュニオールがやっぱり蹴るんやという感じで PK をしっかり、決めました。そして2点目は小池選手ですね。小池選手のちょっとロングシュートというか、しっかりこうトラップしてからバーンっていいシュートでしたね。キーパーの手も弾いてのゴール。そして後半29分にカウエ、大宮でも、僕も一緒にやってました。そして新潟にも行きました。そのカウエがまたポルトガルに戻ってからまた日本に帰ってきた福岡でのコーナーキックからのヘディングシュート、これで、1対2になって、1点差になってどうなんやっていうところで、最後に前田大然選手、前田大然選手のヘディング、水沼孝太選手からの、孝太がまたクロスを上げるんや、クロスからのヘディング、これで前田選手は、3点と、3点を決めてという感じになって、結局のところ1対3で横浜 F マリノスが勝ちましたと、いうことで横浜 F マリノスは9位ですね。3試合1勝1敗1分けの勝ち点4、福岡は16位、降格圏ギリギリですね、勝ち点1と、3試合で1分け2敗という風になっています。そして次の試合、柏レイソル対名古屋、この試合もね注目でしたね。名古屋はね2試合で2勝したので、3試合目3連勝できるのかという風な、試合でしたと。そして結果は出ました。宇野ゼロ、マッシモ・フィッカデンティ、イタリア人監督らしく宇野ゼロでまた勝ったと、稲垣選手のゴールでしたと。まあこれはクロスにマテウスからのクロス、これもまた左足からのクロスで、これ真ん中にフリーになった、陽一郎、柿谷陽一郎のヘディング、また陽一郎もいい動きをして、やっぱマテウスが上げるときにディフェンスとの間、隠れたところに入っていってフリーになってヘディングと。でヘディングをキムスンゲ選手がしっかりとクリアしましたっていう感じになったんですけど、その後詰めた稲垣選手の、ゴールという形で、名古屋がなんと3連勝で0対1で勝ったという形ですね。はい、それでは次の試合、 FC 東京ヴィッセル神戸、この試合前半5分、ドーグラス選手がまずガチャガチャとなったやつからシュートを決めました。左足でシュートを決めました。それが前半5分ですね。そして後半そのまま試合は流れて、後半20分、またまたドーグラス選手がキーパーのガチャガチャってなったやつをちょっとチョンって浮かして右足で決めたと。
そして0-2という風にヴィッセルがなって、そして後半29分、ディエゴ・オリベイラ選手がゴールと。ディエゴ選手もこれ怪我から復帰して、今シーズンは初ゴールということになっています。そして永井健介選手ですね、永井選手が、シュートの跳ね返りをまたボンと決めたと。永井選手も、今シーズン初ゴールと。まあ3試合途中出場が多くなってるんですけど、初ゴールを決めたと。まあこの永井選手が途中で出てくるっていうこの怖さがありますよね、FC東京ね。そして最後にこれ豪華選手ですね、豪華選手、シュート打ったやつがまた、当たってポストに跳ね返ったやつをまた自ら決めるという感じで、後半40分、ヴィッセルが勝ち越しますと。そしてヴィッセルが2対3で勝ったと。ヴィッセルは3試合で、2勝1分け。負けなしですね。2勝1分け、勝ち点7で、まあ4位まで上がったという感じになっております。そして次は、浦和レッズ対横浜 FC。2対0で、浦和の勝利と。浦和、やりましたね。いや、連動した試合してましたね。パス回し、やってますし、アグレッシブに行ってましたし、まあ、前線の、まあ、杉本選手、右の秋元選手、左のゆるき選手と、そのあたりが躍動して、まあ、トップ下に入ってる小泉選手も躍動した感じで、少しずつ、リカルド・ロドリゲス監督の、やりたいサッカー、目指してるサッカーがちょっとずつレッズはできてきたのかな、という風に、思いますと。まあ、1点目、杉本選手の PK ですね。まあ、これはちょっと中村俊輔選手がこうちょっと踏みつけたかどうか、宇賀神選手踏みつけたかどうかで、ちょっとこれまあ VAR これもやったんですけど、PK になってしまったと。で、中やったという判定で、杉本健勇選手がしっかりと、決めますと。そして2点目、前半45分ですね。45分でも阿部選手の PK で、また2点目と。両方とも2点目とも PK ですけど、まあしっかりとした連動もしてたし、チャンスも作ってました。そしてディフェンスラインもしっかりと、ゼロで抑えて、浦和が勝ちましたということですね。浦和は3試合1勝、1敗1分けという感じで、まあ11位となってきてると。ちょっとずつ、しっかりと、まあ1勝ということは今シーズン初勝利ということですね。まあ横浜 FC は3試合して0勝と、0勝3敗ということで、まあ今現在マイナス勝ち点、得失点差マイナス7で、20位最下位になってしまってるということですね。次は鹿島と湘南。この試合は鹿島が3対1で勝ちましたとの。1点目、前半3分、荒木選手。後半15分、荒木選手。そして、後半41分に岡本選手が決めて、後半44分に町田選手が決めたと。まあ、荒木選手2点決めましたね。荒木選手は何がいいという感じで言うと、前の試合でもありましたけど、ちょっとボレーが上手いですよね。今日の試合でもしっかりとボレーをミートして打ってたので、荒木選手、これで3得点と。2試合で3得点。なおかつ、この第3節が初めてのスタメンやと。いう中でのこの2点を決めての勝ちに貢献したと。ロアッソ熊本ジュニアユースから東福岡からの鹿島アントラーズと。まあ、そんな荒木選手の、活躍をまた楽しみにしたいなと、いうふうに思いますし、鹿島はしっかりと勝ってきたなと。さすが鹿島やなという試合でした。ただ、まあ、鹿島もまだ2試合で、1勝、1敗ということになってますと。湘南は3敗。湘南は3敗で、横浜市の1つ目の19位となってしまってるということです。それでは、次の試合行ってみたいと思います。川崎フロンターレ対徳島ヴォルティスと。まあ、これは2対0。前半12分、レアンドロ・ダミアン。前半42分、レアンドロ・ダミアンと、このレアンドロ・ダミアン選手に2点決められたと。このレアンドロ・ダミアン選手、今彼の何がいいって、この前線で本当に守備をする。今日の試合でも1点目も前線の守備からの相手のクリアミスをまたもらっての、しっかりとした巻いたシュート。そして2点目も前線からのディフェンスからのボールを奪ってのシュートという感じで2点で、これ盤石の強さ、またフロンターレが盤石の強さを誇って勝利したという、今日の
この試合でした。まあね、家長選手もねオフサイドになったけど、もうすごいいいスプリントからのこれゴールもありました。本当に川崎フロンターレ強いなというふうに思います。もう川崎フロンターレ4試合やって勝ち点が12です。4勝、これも圧倒的に勝っていますと。あの徳島の方は3戦して2分け1敗と、2分け1敗ということは初めての、負けだったわけですね。いやでもまあ健闘してますね。勝ち点2で15位ですけど、健闘はしてます。徳島健闘してると思います。そして広島対札幌、この試合は2対1で広島の勝利と、柴崎康生選手のコーナーキックからのヘディングと、あと柏選手横からのボールをしっかりと決めたと。なかなか横からのボールをこう決めるのって難しいんだけど、それをしっかり決めた、柏選手。前半8分で 2-0 になったんですね。そしてアンデルソン・ロペス選手、前半43分、しっかりと PK を決めて、前半のうちに2対1になったんですけど、後半は試合が動かずにそのまま試合終了という形で、2対1で広島が勝ったということになっています。順位的には広島は6位ですね。勝ち点5、3試合1勝2分けの勝ち点5ということは初勝利っていうことですね。1勝2分けということは広島初勝利ということになっております。そして対する札幌は勝ち点3の1勝2敗となってます。12位ですね。そして次の試合、サガン鳥栖さえ、ベガルタ仙台、これはなんとね、サガン鳥栖が5対0ですよ。まあホームということもありますけど、5対0。前半5分、またまた決めました山下啓太選手ですね。3試合3得点、また今回も決めました。山下選手が1点目を決めて、そして2点目エドワールド選手、そして小山松選手のシュートうまかったですね。左サイドからちょっと巻いたような、キーパーの、スオビック選手も取れないようなゴールと、そして、後半11分に10番の樋口選手がアカデミー出身の樋口選手が決めて、そして後半49分に、本田選手がドリブルでバーッといってシュート跳ね返ったやつを高井選手が決めて、5対0ということですよ。この鳥栖の若手のこの躍動、これはほんとすごい躍動してますというのと、ちょっと仙台ちょっとまあちょっと失点がね、川崎の時も5点決められてますし、ちょっと失点が多いと。トスにも5点決められて、ちょっとこの辺が心配なところではありますね。トスは勝ち点9ですね。3試合で勝ち点9、3勝。これは立派ですね、この若いチームにおいて。そして仙台は勝ち点が1ですね。勝ち点が1。3試合1分け2敗と。で、得失点差マイナス9となってるので、今の J リーグの中では最多の得失点差ということになっています。ということで、まあ本日の、試合だったわけですけど、今現在、川崎フロンターレが、1位ですと。まあそして2位がサガン鳥栖と。そして名古屋グランパスが3位、ヴィッセル神戸が4位となっていますが、ちょっとガンバの方が残念なことに3月の試合が中止になってしまい、まあコロナのクラスターという形で、ちょっと試合ができないという形と、あと、まあ、トップチームの活動もちょっと中止というようなことに、2週間中止ということになってしまって、まあこの辺は本当にまあガンバもそうですし、J リーグが、これからどういう風にしていくのかと、まあみなし開催と言われる形で試合をしたという形で、ガンバが 0-3 という形で負けるという風になってしまったら、これはもう今、中止になった試合も含めて、まあ6試合分ができなくなるということで、まあ6試合となったらサブロック18、勝ち点18が失われる可能性があるということで、ここはまあ何としてもやっぱ試合は、してやっぱりこう試合をちゃんと一緒に揃えて、結果としてやってほしいなという風に思います。なかなか難しいこともこのコロナ禍の中でありますけど、そういう中でも、みんなで協力してしっかりと試合
会を開催してちゃんとやっていくというのが、大事なんじゃないかなというふうにも思います。それにしても選手たちは本当大変です。3月6日7日に試合をして、また10日に、試合を今回しました。そして次の試合、またあります。J1 リーグは次の試合が13日の土曜日、中2日でまたありますと、まあ14日の試合も3試合ありますが、13日の試合も第4節あると。これはかなりの過密日程でかなり厳しいんじゃないかなと思います。こうやって振り返りをする僕も大変ですけど、何よりも選手たち、これ試合をして、今日も、夜からの試合です。水曜日は大体やっぱナイターなんで、この夜の試合をして、アウェーのチームは、ホテルに泊まって次の日の朝帰って、そしてリカバリーをして、13日にやるとしたら中1日12日をもう、これはもう前日練習をちょっと試合をして、そして次の13日、これはね、こう本当に監督のマネージメント含めて選手のどれだけの回復感も含めてやっぱりやらないといけない、こういう試合だと思います。本当に大変な、試合になってますし、大変な J リーグになってます。今年はオリンピックもありますし、その中でこの最初ちょっと過密ですけど、選手たち、まあサポーターの人たちも見る方も大変ですけど、やっぱりこの J リーグ、やっぱ毎回見ていって、その試合ごとにどういう風になっていくのかなという感じで、まあハイライトも、全部の見るのは大変ですけど、ちょっとずつやっぱ見ていって、やっぱまあしっかりと毎試合見ていくごとに、面白みがやっぱ増していくと思うので、本当に自分の応援してるチームだけでもいいので、まずチェックしていってやってほしいなという風に思います。それでは、今回 J1 第3節を振り返りました。皆さんありがとうございました。また次の第4節の振り返りで会いましょう。それでは、いつものあれで締めたいと思います。いくぞー、おー、1、2、3、おばんざーい。